はい、お疲れ様です、ゆうさん。いや、お疲れ様でした。いや、今日はなかなかハイブリッドでしたね。ハイブリッドハイブリッドですかどこハイブリッドハイブリッドだったじゃないですか。ああ、まあ結論がね、結論が一個ハイブリッドになりました。ハイブリッドって珍しいですもんね。いや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 、トヨタのお家芸じゃないですか。いや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 、じゃあ、議論がハイブリッドで結論がハイブリッド。あ、議論がハイブリッド。あ、それは。 <結>一緒に結論を出していこうという協調体制があるからこそできることです。<laughs> 大人同士の議論だからこそできることです。はい。そうですいや。素晴らしい。協調して議論する。すこれこそが逮捕特権を持っている国会議員ができていないことですね。そうですね。はい。協調して議論する。確かにな。 この矛盾するようなこの行動ができてからこそ、えー、まあ、有意義な議論がでです、ね。うん。はい、そうですね。国会の議論の場で何も決まらないっていうのはね、裏で決まってしまって、それをあとは。 やってるポーズだけっていうのはね、悲しいですもんね、はい、ね、はい。議論を尽くしたとかっていうね、時間だけかけただけなのに議論を尽くした、ね、まあそうですね。とか言ってね、採決に入ったりとかね。はい、そうですね。卑怯ですよね、本当ね。卑怯ょう <laughs> <laughs>。あれ、ひろきさんもあれですね、だから今のね、えっ、ー、と、政治にはかなり不満がある。あ、ありますよ、ありますよ。<laughs> あとだからダメだとは思ってないですけどよくなってほしいなっていうああなるほど期待もしてるわけですねそうですねそれこそさっきのようにいつまでも夢を見続けてますから夢か夢で終わってしまわないからちょっといやいやいや夢で終わってしまったらそれはそれですよ何のもありません私にはおおなるほどポジティブに人生を歩むことができたなるほどはいもうこれはもう一生の得ですね徹底してるな いやいや、私は本当にそう思ってますから。はい、そうですもさっきあの、水族館の話がちらっと出ましたけど、あれ何、なんかされてるんですかああ、だから水族館は動物虐待だと。はいはい、特にか、<ー>イルカのショーなんてとんでもないっていうう、動物愛護団体が言ってるわけですね。はい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 。あの、クジラを取るなって言ってる人たちとほとんど同じような人たちがるなるほど。そうですね。 ええその影響って、じゃあえ結構出てるんですか、世界で。いや、世界では出てますけど、日本は守り通してますけどね。日本は確かにそうですね。はい、そうですね。これも一つの教育の一環だということで <laughs> 教育の一環 <laughs> なるほど。じゃあ、実験用に使われている猿のことはどうするんだと、アメリカそうですね。そういう話ですよ。はい、んなんでイルカだけ、じゃあ、イルカが可愛いいから言ってんのかと。 犬が可愛くなかったら言わないのか、ね、とか思っちゃいますけどね、私は。そうですね。なるほど。犬や猫と一緒ですよ。はい、そうですね。犬を食べるなんてとんでもないって言っても、民族の文化があるわけじゃないですか。犬は可愛いから言ってるだけのようにしか聞こえないんですけどね、私は、うん。まあそうですね。そういう文化がないからいいです。私は食べないよって主張すればいいだけであって、人に食べるなっていうのはちょっとよくないなと思いますね。そうですね。 自分たちが牛とか豚食ってるのにっていう。はい,はい、そうです、そうです。それはそうですよ。豚ちゃん飼ってる人もいるじゃないですか、元選手で。そうですね。飲酒して乱闘してちょっと捕まってます。いや本当にそう。あの人、豚ちゃんずっと飼ってるじゃないですか。<laughs> ねえ。じゃあ、あの人が豚肉食べないのかっていうと、多分そんなことないと思います、うん、まあまあ。僕は乗,乗馬が、はい、趣味の女の子が、 僕と一緒に福島県に行って馬肉を食べましたからね。うん、<laughs> しょうがないなとかって言って、そこは割り切るんですよ、<ー>割り切るんですよ、はい。ちょっとは罪を感じるかもしれないですが結局割り切るんですよ。別物として考えてますから。だから言いたいことがあれば言っていいと思いますよ。うん、あの私は犬を食べるなんて絶対にできない。なんてことだ。うん、れ言っていいんですよ、うん ただ、うん、お前、犬を食べるんじゃねえって言ったらおかしいですよね。うん、そうですね。うん、そこはこう、主調は一緒でも言う言葉をちゃんと変えていかないとね。<laughs> <laughs> 結局、与えてる圧力は一緒なんですけど。まあ、そうですね。言はちょっとちょっと気をつけないといけないですよね、やっぱ。なかなかそこまで客観的な考えができないでしょうね。まあ、感情、感情論にな,なっちゃってるから、そうなんでしょうね。 そうですよね。<laughs> はい。まあ、なかなか難しいですよ。いや、難しいですよ。だって国によってその辺文化が違うわけですから。そうですね。はい。な、うんか、ね、こう、自分たちの考えを全世界に押し付けてやろうっていうふうな感じが見て取れます、ね。ま <laughs> あ、でもい、一部ですよね、それはごっごくそうですよね、一部です。一部ですね。はい。それ どそれをどっかの国が採用しだしたらまずいなと思いますけど、まあ、うん、今のところは。そうですね。ねはい、うん、ますけど、海外の水族館はどんどん少なくなっていってるみたいです、ね。ああ、本当ですか。<laughs> アメリカなんかはそうみたいですね。イルカショーだけじゃなくて水族館自体が。あというところもあるみたいですね。イルカショーがなかったら、じゃあ人が来るのかなっていうのがあるじゃないですか。<laughs> いやいやいや,いやいや、来るでしょう、そら。ペンギンショーペンギンショーぐらいですかね。 ジャンプしてからポーンってあのボールにこう到達するのがいいんじゃないですかあと一緒に飛んだりとかピヨンってうわーみたいなうわーいやー水がかかっちゃったわーいみたいな <laughs> 都内の水族館ってだっている箇所ないですよね多分いやありますよああるんだありますよあ,<れ>ありますよあの,火災の水族館あそこははいそっちまあでもサンシャインのね水族館とか 小さいのもありますから。そういうのでも全然。あと品川,は、ね、品川水族館もそうですよねあ。昔はあ、いや、品川水族館は確か大森あたりにあるやつですよね。うん、多分そうだと思います。はい、あの品川駅の近くに、あのというか、はい、品川プリンスホテルの、まあ、内部みたいなところに、あの別にマクセルなんとか、はい、アクアなんとか。あ、そうなんですか。 はい、昔はエプソンがやってたんですけどね。<ー>照明効果が素晴らしいので、エプソンとかマクセルとかがこうスポンサーになるわけですけど。ああ、なるほど。うん、そこでもイルカショーやってますよ。エプソン時代の時には私行ったんですけど、イルカショーやってます、はい。デートとしては本当最適なところです。なるほど。面白い。 そうなんですね海外水族館減ってきてきるんだそうなんですよね。動物園はいいんですか動物もなんか、ものによってはなんか虐待だとか、あのあ<ー>ね、動物園全体に対して言ってる人もいますしね。あ<ー>動物を閉じ込めておくなんていい。本来は野生なのにっていいんでね。すごいな。アメリカもじゃあ、それで影響が出てるっていうのはすごいですね。なんか。そうですね。影響力でかいんですね。<ー>動物愛護団体の 動物愛護団体の、はい、全米ライフル協会と動物愛護団体はやっぱり権力を持っているんじゃないですか。市民権を得ているんじゃないですか。ああ、そうなんだ。いや、ライフル協会の権力が力が強いっていうのは聞いたことありましたけど。えー、動物愛護団体、なんかもうちょっと狂ってますもんね。これについて知らったけこの収録満載かもしれないですけど、なんか強心,、ねね、心的なものを感じますね。そうですね、強心的なものを感じますね。はい そうですね。いやー、でもアメリカがそうなると、結構他が追随する傾向があるから、<ー>10年、<後>20年、30年経つと、日本も、いやなんか怖くないですかそこまでいかないですかね。僕はアメリカについていくみたいな人は、ど国はどんどん少なくなっているとは思ってるんですけどね。でも日本は最後まで残りそうじゃないですか。あ、日本は最後まで残るしかないです。<laughs> 日本っ最後、51番目の州って言われてるんです。<laughs> <laughs> じゃあじゃあ影響がまあ影響あるでしょうけどね <laughs> はいそうかそこはまあ,あの地理的に離れてるんでねなんか湯ワシ時計ぐらいの感じでいてもまず、あ、で住めばいいけど最初,最初は、はい、最初は最初は最初の今のところははい最初はちゃんとアークやってるんでね <laughs> 東京でね日本でもねなるほどちゃんとあの動物や植物を愛しましょう地球を愛しましょうっていう活動を日本でもやってるんですよって そうですね。いや、そうなんですそうですよ。日本の方が宗教的にね、そのいろんなものを大切にするっていう文化ですからね。すべてに神が宿るという文化ですから。そうです、そうです。はい。本当に。でも、アメリカさんの圧力には弱い国でもありますから、まあ、どうなるか。いの中実力主義ですからね。それはもう日本国内でもね、源平合戦からね、いろいろありましたよね。いやー。 まあそれでもアメリカについていくしかないのかと思うと。うん、だからそこをね、なんとかするためにね、次期戦闘機はね、あのイギリスとイタリアで作ったんですけどね、しかもアメリカがそれを許しましたし。うーんなるほど。はい、だから、<え>まあ、日本も今まで通りとはならなくなるかもしれないですよ、やっぱりトランプさんが次大統領になったら特に。はい、はいはい、はいはいはい。相手が岸田ちゃんですから仲良くなんないですよ。無理そうですね <laughs>。無理無理。 はい、あその頃は菊田ちゃんじゃなくなってるのか。はい、もっといい人がなってくれればいいんだけどなだ、もっと悪い人になっちゃったらどうしようもないな、本当次は誰が名前上がったりしてるんですか。いやまだ上がっ、世論調査ではいろいろ出てますけど、はい、自民党内でどうなるかはね。 まだ今がまさに混沌としてる時期なんでだ,だから派閥解消みたいなことになっちゃってるじゃないですかそうですねなんかそうみたいですねだから自由に選挙人集めてもいいのみたいなことを思い始めてる人も <laughs> 様子を伺ってるんですかっ、ね、<laughs> <laughs> 元別派閥の人でもガンガン誘っちゃっていいのかなみたいなこう。 こう思いつつ、とりあえず勉強会開いてみて、様子見てみるか,と,か <laughs> ということはやってると思いますよ。はい、そうですね。<laughs> いやー。まあ、僕は高市早苗さんになってほしいんですけどね。ええ。あ,あ、そうですね。言ってましたもんね。っいいなーって思ったんですけど、あの人、やっぱりなんかちょっと有能だけど愛国心が足りないですね。え,え、どんなったえあの上川法務大臣。ああ。 有能なんですけどね、愛国心が足りないところがあって。<laughs> ど,どこら辺でわかるんですか、そういうのって。いや、なんか発言で、やっぱりその<ー>こう中国のことをそんなに悪く言わないような発言をして、あなるほどそこは指摘していいんじゃないのというところで指摘しないっていうあなるほどあ、なるほどね、そっち側かなとかう、ね、なうほどですね。<ー> <laughs> そうですね。だから 長いものに巻かれちゃう人ではね、国を守れないんでね。はい、そうですね。そうですね。だからちゃんとトランプさんと渡り合っていける人っていうのがまず第一ですかね。その後の話ですよ、習近平ちゃんの話は。<laughs> まずトランプさんと仲良くなれなかったら、<laughs> 習近平に何言っても、日本一人で何言ってんだよ、ねまあ。確かに はい、<laughs> そうですね、合同で圧力かけるぐらいじゃないといけないんで、市米、ね、が強力なタッグを組まなきゃいけないんですよ。いや、はい、そんな言うの。こんな時にね、安倍さんがいなくてね、うあもう安倍さんが生きてたらね、こ,うこの人は僕が太鼓判を押した人だからよろしくとかってトランプさんにで電話一本かけたけば、もう、エ <laughs> るかも状態になるわけじゃないですか <laughs> う。うん。分 <laughs> かったよ、心臓とか そうもいかないようでね、本当。でもまたえ、またトランプになりそうなんですかなるんじゃないですかこの感じだと。はい。まあニュース見てればいい。ういなアメリカもあれですね、若いゆ、若いなんか有望な人っていうのがいないんですかねこの前のもう2人ともだってもう80近い、うんうんあ、下手したら80超えてるんじゃ、バイデンも。 えー、まあ、トランプが異常すぎるんでしょうね。あえー、なぜあんなに人気があるのかよくわかんないんですけど、あどうしても能力があっても、その若手の人い、支持を得られずに撤退してる、ねはい、なるほど、まあ。そのぐらい圧倒的な得票数なんで。<laughs> まあしょうがないっていうか、しょうがないですよね、民主ね。まあ、それだけあれなんですよね、きっと国民、国民が聞きたいようなことを力強く言ってくれるから人気あるってことなんでしょうけど。<laughs> そうなんです、ね、だから、いわゆる岩盤支持層ってやつですよね。<あー> <laughs> で、あとは中間層が、なんかバイデンさんなんでしょう、はい、ってなっちゃってるんですよね。 ああ相手が民主党はいいんだけど、バイデンさんが戦うんでしょ、はい、いや、もう無理でしょって思っちゃってるわけですよ。<laughs> すよだから、トランプさんが嫌だとかいいとかにかかわらず、バイデンさんも、もう、はい、ありがとうっていう感じだと思うんですよ。<laughs> <laughs> は<ー>ありがとうございましたって感じだと思うんですよ。なるほどな、はい。私でもそう思いますもん。はい 若い人が出てこないのかな。それに対してトランプは一族全員に酒を飲むなって言って、自分も酒飲まないぐらい健康に気を使ってますからね。そうなんです同じような年代でも全然健康度合いいなんかお父さんかなんかが知らんで、それでもう絶対自分の子孫には酒飲ませない。なるほど。はいう アメリカどうなりますかねアメリカが、まあその前に日本の首相が、ていうか自民党総裁が変わりますから。はい。まあそこですね。ここで、<laughs> まあ結局その人が総理になるわけですから。そうですね。はい。まあどうなるかってことですね。そこか。その平木さんが、えっ、ー、と、 をしている期待している高市さんはな,りそなれそうなんですかえっとですね、実際。なれそうかどうかまでは分かんないですけど、あの、立候補に必要な20人の推薦人は今回は集められるんじゃないかなと思って、はい、見てます<う>あのちょ。ちょっとちょいちょいいろいろ報道を聞き始めてる限りでは。<う>はい。なるほど。はい。一番今、有力なのは誰とかってあるんですかああ。 ね、全然混沌としてるんだ、そんな。ね、有力候補がいないはだ、い。だってもう派閥がなくなっちゃったんで。で、最大の森派が分解しちゃったじゃないですか。ははは。もう、もう、どう、どうなってんだろうって感じですよね。へえー。原点回帰みたいな仕方で菅さんになるのか、菅さんまたやる、や、え菅さんになったら菅さんってまたやります、やるんですか多分やると思いますよ。あ、やるんだ、えーや。やれって言われたらやると思いますよ。 やっぱり菅さんが総理やってたころとはあのじじ、状況が違いますし、うんあの、菅さんが総理やってたときって、まだコロナ真った中で5類になってなくて、コロナ対応で一生懸命な総理っていうイメージで終わっちゃってたじゃないですか。ご自身としても、多分ちょっと、はい、なんていうか、完全燃焼できてないところもあると思、ね、<ー>はい。であのあんまり自分から出ていく人じゃないですけど、ははい、はい ぜひぜひって言ったらそれを断るっていうのはもうちょっとっていうそういう感じの人ですもんねあの人ってなるほどはい菅さんがなったらね少なくとも最初の支持率は相当高そうですあそうですねはいそう思います奥さんもしっかりしてますしね反動もありますしね今までのはいあのトランプさんが 菅さんは、あのー、安倍さんの政策を継承して総理をやった人だってことを知ってるはずなんで、んまあ、まあ、誰かがちゃんとそのぐらいは、うん、あの情報を入れてるはずなんで、うん、だから、心臓と同じ考え方で政治をやろうとしてんだなっていうふうなところで、心筋に、まずはまず、ね。はい。はい、うん。だから、それもいいなとも、ちょっと今思い始めちゃいましたね <laughs> <laughs> あ<ー>。ああ。それもいいんじゃないかなって <laughs>。 いいですね。考えが変わる素晴らしい。<laughs> いやいやいや、そういうのって人と話しているからこそ起こることです。素晴らしい。いいないい。いいフュージョンじゃないですか。いいそうですね。<laughs> ドラゴンボールがテーマなのか今日 <laughs> 違い。違います。はい、はい、うんそうですね。まあ、とりあえず、ね、なんとかしてほしいですね。<laughs> 日本、<laughs> 日本なんとかしてほしいですね。だけ はい、まあなんとかしてくれるんだったらしてほしいですけど、よりよく、よりよく、よりよく。ちょっとね、僕が所属している政党はね、はい、あのまたこれからなんでね、はい、あ<ー>ちょっと昭派か、昭派なんで、昭波<ー>。はい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 、はい。次の、ね、補欠選挙でね、勝てればいいんですけどね。うーんなるほど。そうですね。 え、再選を狙っているんですかねなんか今。あ、そそれそうでしょうよ。そりゃそうでしょうよ。はあ、すごいな,な。まさか、まさか総理がいろいろ責任を感じているとかいう言葉を言ったとしてもですね、あの、私は総理として不適任だった。なので、総裁選挙への立候補は、えー、やめておきたいという。<laughs> とい言う人に見えます、あの。い,くらいや,聞いや、聞かれても、岸田総理のこと。 いくら叩かれても無表情の、はい。あ,あ、はい。あの人が。はい。言葉を選んで、はい。失敗しないように、失言をしないようにという、あの、岸田さん。はい。何もしないで有名な。何もしない、イコール失言もしない。そうですね。はい。何もだけてめえって感じですけどね。はいい、だいぶ、いいですね。だいぶ気持ちが。<laughs> 黙ってりゃいいとでも思ってんのか。<laughs> いやー。 思ってます、ねえー、はい。本当。こんなのが社長だったら嫌だなってみんな思いませんとかね。<laughs> いや、嫌ですよ。いや、嫌で,、ね、ですよ。はい。ほんと。はい。本当そう思うな。はい。まあ、なのでね、なんかもっと愛国心のある人に。はい。<laughs> うん。うれしいですね。はい。そうですね。国を愛することもできない人が、 なんか、他の国と仲良くして、いや、そうですよ。<構>本当そう思います。愛国心は絶対。政治家に必要だと思います。そしたらもう、日本人全員の愛国心や統率力というものはなくなりますから。はいはいはい。はい。はい、です。はい、もう、どんどん海外に逃げちゃいますよね。あの、英語教育を早めから受けた若者はね。うーん、まあそうですね。はい、さっさとアメリカの大学とかに行って。ね、はい。はい もう日本はバイバイみたいな感じで老人だけが残る日本みたいなね。<laughs> はい。そういうふうにしたのは誰だよみたいなふうなことを後で言ってもしょうがねえだろうみたいな時代がやってくるわけです <laughs> <ん>。<laughs> はい。だから日本ってやっぱいいよなって、こう、英語ごまなても、日本ってやっぱいいよなって、外国人も結構来るしねって。だから別に日本,、ね、日本にいたって結構国際的だねみたいなふうに思って、な日本にしていけないと思うんですよね。そうですね。 はい。だから、今日本の売りっつったら、もう治安ぐらいしかない気がするで。あ,あ、そう,ですそうです。そうです。<laughs> それ、なくなる、はい。あと、あとは、えっ、ー、と、皇室が続いてることですかね。あ、まあそうだ、ね、未来のブランドですから。はい。それも。れまあ、日本じゃ、気づかないんですよ。やっぱり、外に出てわかるんですよね。ああ<ー>、<れ>まあ、そうですね。はい。はい。うん。もう、大統領、汚職する大統領ばっかりの国とか、あるじゃないですか。ぱち。そうですね。はい。<laughs> あんなのと比べたら、やっぱり、なんか。 な何でもいいから伝統であった方がいいんだなと思いますよね。まあまあまあ、そうですね。そ<あ>、うんなとこですかね。そんなところですか。はい、すいませんね。ページに関心のないユウさんにこんなことばかり話して。いやいやいや、あの、全然、あの、話聞く分には全然。あ,あそうです,うです<の>か、はい。ああ、そういう感じなんだな、今っていうのは。でもあ<ー>まあ、あんまりあれですね。現 情報を聞く限りあまり明るい話は聞けないっていう。そうですね、はい。そうですね、軽いな。いや,いや本当にやっぱなんかもう難しいなと思ってます。<laughs> ああやいや私希望はいますよ。はいはいはい。いますけれども期待もしてないですから。そうですもんね。そうですよね。強い期待を抱いちゃうとなんかがっかりしちゃうじゃないですか。 はあ、がっかりはしたくないんで、希望は持つけど、期待はしないっていうのはちょうど、どいやー、まさに昔の私みたいだな、がっかりしますもんね。あ,あ、そうそうそう、期待をしちゃうとね、<う>ちょっとね。はい。期待もそうだし、そう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 。なんとかなるって思うとね、はい、なんとかならなかった時のがっかりが、はい。はい、そうですよね。もうなんとかならないことばっかりですから、人生まあそうですね。はい、本当に、もう、ね。そういう中で楽しみを見、見出す。 能力こそが徹底、うん、を本当に楽しめる人の能力です <laughs>、はい。素晴らしいな。そうありたいと思いますよ。本当はい、素晴らしいな。え、なんですか徹底がその人生を楽しむということにちゃんと徹底できてるっていうのすごい <laughs> あそうですね。僕、ホームレスでも多分楽しいんでしょうね。はい、僕みたいな。ホームレスでも。 隣のホームレスとかとめちゃくちゃおしゃべりそれ最強だよなそうですね <laughs> そうですねで YouTuber の取材は必ず受けるみたいな <laughs> あその代わりちょっとそこで缶ビール買ってきてなるほどね2本買ってきてっつってではい1本あげるから飲みながら話そうはいお俺の飲みの相手してくれみたいな感じでいやーそう必要そういうことをやるでしょうね僕必要なメンタリティーですよねああ<ー>まあそうかもしれないです いやいやいや、見習いたいですね。どんな状況でも楽しめるっていう、正確になんとかそういう自分になっていくっていうのは、やっぱ大事なことだと思いますね。人生何がるか分かんないですから、本当。いや、そうです。はい、なくなるスで。そこまで徹底した考えって、え、何歳ぐらいの時にはっきり自覚しましたいや、お幼少。 え覚えてないですねその、少しずつ少しずついろんな人生を汚れるごとにだと思いますよ。ああ、少しずつ、はい。そうですね、何か何か天気があったとかはないですね。どうですか、10年前はもうそうなってましたあそう,、ね、<ー>そうですね、そうですね、そうですね、20年前は。20年前 まあ、覚えてる限りでいいですけど、その頃はですね、ま<だ>楽しすぎて、あんまり意識してし <laughs> なかったです。<laughs> なんか人生を謳歌しすぎてて、なんか <laughs> へ<ー>、へえ。そうですね、はい。まあ、<う>期待もしてなかったのに、期待もしてなかったらいいことが起こるみたいなです、あ<ー>人あがその頃黙ってても楽しいがやってくれる。黙ってても楽しいう、ね。<笑><笑>すごい。なんかあんまり意識してなかったですね。ああ、なるほどね。若さが、若さで。 なるほど。そ,ねはい、そっか。へ、えーはい。うーんなるほど。はい、いい、いいですね。いい。もう、まあ、僕はね、も努力はしてると思いますけどね。まああ、努力そうそう。そう、あり続ける努力っていうのが必要ですから、これについては。はい,はい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 。一回そのようになってしまえば、OK みたいな話じゃないですから。あ そうなんですね。そうです。ええ、そういう気持ちであり続けなければいけないんで、まあ、そういう意味では一生努力が必要なんですよ。ああ、なるほど。はい、と、私は思ってます。はい、なるほど。ああ、ヒロさんの場合は、じゃあ、もう自分でその精神を保ち続けるっていう行動をし続けてるわけです、ね。あそうです。ですおなるほど。なるほど。<laughs> ほどまあ、えー、その方が楽しいんで。はい、ああ、なるほど。 た,ただそれだけですよ。そっちの方が楽しいってだけです。うんうん、方向性の方が正しいってい。なるほど。いいこと思いついたいみたいな感じでやってるだけです。なる,なるほど、なるほど。そうですね。いや、勉強になりますね。まあ、結構母親の影響もあるんでしょうけどね。ああ<ー>。だったら橋の下に住めばいいのよって言って,言ってた。<laughs> そういう母親だったんで。はい <laughs> はい。 どん底の人のこともちゃんとかんかんあの、どん底で生きることもちゃんと予測はしとけと、覚悟はしとけと、な人生何があるかわからないんだと。おうそういうような教育をしてましたからね、母親が。なるほどえ。じゃあ、兄弟みんなそんな感じなまあ、そうですね。まああ、そうなんだ。みんな楽しくやってますよ。ああ、じゃあ、やっぱそうなんだ。教育の影響が。へそうですね,ですね、まあ。生き方の教育はたくさん受けましたね。へえ。 いやな,なんとなしにですよ。いや,<ん>いや、まあまあまあ。そうなんでしょう、ねそ。その時に出てくる話が、そういう話だったっていうだけですね。うん、はい、なるほど。そうですね。まあ、だからありがたいですね、そんな親でね。そうですね、それはそうですねあの。ちゃんとそういう教育をしてくれたっていうのは、ね。<laughs> う そうですねだから母もやっぱりね、その母のことをよく話すんですけど、つまり僕のおばあちゃんのことを、ああはい、やっぱりなんか受け継いだものがあるんでしょうね、そう,うんなるほど。そうですね。だからまあ、まあ、それをなんか授かったみたいな感じでしょうね、母を、母を経由して。う、は、ん、い、<laughs> そうですね。 お嬢ちゃんだったんですけどいいところ。はいはいはい。僕のおじいちゃんと駆け落ちのように結婚してしまったがために一気に貧乏になった人なんですよ。ああなるほど。そこからいろいろ学んで、なるほど。復刊できるようになった人なんですよね。<ー>はい。だからもうこうお嬢ちゃんから貧乏な家の奥さんっていうともうしかも八人の子供この母親ってなると全然話が変わってくるわけじゃないですか人生。そうですね。価値観が、はい、ガラッと <laughs>、はい。 その価値観の変化を強いらされて、それを成し遂げた人なんで、<laughs> なるほどやっぱりその人からの教えというのがかなり強いんですよあ。なるほど。だからやっぱり、人は苦労すべきだなと思います。はい、そうですね、はい、苦労した方がいいですよ、ねね。昔なんか、おじさんとか言ってる言葉がありましたよね。苦労は金払ってでもしよう,うああ、そうですね。はい、あれは真実だなって思います。確かにな。そうですね。ねはい それは思いますねいや、すごい。ためになりますね。いやいやいや、そんなそんな。聞いてる人にもためになりますよね、これはもう。いや、けど収録時間が長すぎるんで誰も聞いてくれないと思います。いやいやいや、そんなことないですよ。記録録ですよ。記録。まあ、あの、長い方が何かね、ラジオみたいに聞いてもらえるかもしれないので。そうですね、僕の期待としては、期待としてはラジオみたいに聞き流してる。そうですね。 聞いてるうちに、あ、なんか、なんかいいこと言ってんなみたいな感じで、そうですね。一部分だけでも切り取ってもらえるっていうのが理想なんですけどね。はい、うん。あんまりそこは当て,当てにしすぎるとね、がっかりしちゃうんで。はい、<laughs> 出た。そうなんです,、ねすだ。だから、だからあの記録、記録って言ってやって。<laughs> なるほど。会話録ですよ、会話録。対談、対談録っていうか、はい。はいて、1週間に1回こう、対談集の続きを書いてるようなもんですよね。はい、ユ YOU さんのね。 はい、はい <laughs> はい、ということでこんな感じですかねどうします、うん、なんかいこう感想とかあります僕がたくさん喋ってて申し訳ないなとあ,あい,いえあのちょっと水族館の話が気になったんでちょっと聞いてみたかったなあだから、はい、ゆうさんはい女性を誘って水族館に行くなら今のうちですなるほど何かなんか,かりました水族館へのデートで人を誘っていきましょう わかりました。マッチングアプリでもいいです、ねはいはい。マッチングアプリに水族館に行きたいって書いておきましょう。わ <laughs> かりました。じゃあマッチングアプリ書くときはその一言。<laughs> じゃあ、2週間後にチェック入れますのでよろしく。はい、<laughs> さよなら。さよなら。